よーしできたぞ猫ミーム動画。こういうのが今ショートでトレンドなんだよなぁ。前回の動画で、本来の猫ミームとはちょっと違う使い方をして視聴者さんに、これじゃないかん。とか言われちゃったもんなぁ。ねえねえみんな見てみて新しく猫ミーム動画を作ってみたんだけど、ちょっと感想聞かせてくれない？どれどれ？見るぜ見るぜ。ふむふむ。いい感じなんじゃない？これぞ猫ミームって感じの動画になってると思うわ。結局さ、猫ミームってこの猫の素材を使った大喜利みてえなもんだよな。どうやってこの素材を使って美味しい料理を作るか？みたいなさ、僕も最初猫ミームを知った時、全く理解が追いつかなかったけど、何個か動画を作っているうちに猫ミームがどんなものなのか、分かってきたよ。すっかり猫ミームにハマっちゃったのね、ポコニャンも。そうそうなんか楽しくなっちゃってさ、猫ミーム動画って作ってるだけで自分もハッピーな気分になって。にゃーん。みゃーん。どうしたヨウム？そんな地獄の一丁目みたいな顔して。みゃーん。それがさ、前に4人でトーナメント戦で荒野行動でバトったの覚えてるか？感度マックスで戦ったやつ。実はヨウムは最近めっちゃ荒野行動を陰練して自信満々だったんだけど、結果的には霊夢が優勝したじゃん。それが悔しくて悔しくて、負けた瞬間が何度も夢に出てきて、ここのところまともに眠れてないらしいんだよな。あ、ヨウムが私見ても足も出なくて負けた試合ね。みゃみゃみゃーん。もうちょっと言い方あんだろ。厳しいことを言うようだけど。悔しかったら実力で勝利を勝ち取るしかないのよヨウム。そうじゃないといつまでもヨウムは私に守られる立場になっちゃうわよ。厳しいが、的を置いているな。じゃあさ、もう一度トーナメント戦やってみない？で今度はルールを少し変えて。にゃん。おいいじゃん。私はオッケーだぜ。霊夢は？私はどんなルールでも受けて立つわよ。でも、言っておくけど私は全く手加減はしないからね。ヨウムが落ち込むからってわざと負けたりはしないわ。普段はヨウムに甘々なのにこういう時は鬼みてえに厳しくなるよな。霊夢さんに負けたあの日から毎日練習をしてきたんだにゃん。今日こそ練習の成果を見せるんだにゃん。よしじゃあ、今回は前回と真逆のルールで、感度最小で勝負してみない？感度最小？そうそう。こんな感じで設定で感度を最小にして、とにかく動きづらくした状態で勝負をするんだ。ちなみに、感度を最小にするとこんな感じ。通常の時の動きと比べてとにかくめちゃくちゃ動きづらいし、振り向くのもこんなに時間がかかっちゃう。マジかよ。後ろ取られたら撃たれ放題じゃん。エイムも全然合わせられないし、フルオートの射撃のリコイル操作なんて無理ね。あっても単発撃ちならなんとか当てられるかも。わあ、すっごく楽しそうなルールなんだよん。ポコニャンさん企画作りの天才なんだよん。ってことでルールの説明は以上。じゃあ早速前回と同じくトーナメント戦で戦っていこう。おう。まずはマリサとヨウム。手加減しないぜ。ヨウムもだよん。ちょっと猫ミームで実況していくの？実況にしたらどうなるのかなって。皆さんと真面目にやりなさいっての。ちょっと待て、それ私に言ってるか？マリサと猫は一心同体じゃないの？んと多分そんな気がする。設定がごちゃごちゃだな。ひー、ごめんなさーい。は？は？Huh? Huh?
ちょうどいい乗り物ね。しやったーゲームの勝ちだよ。いや最後は食べるんかい。これで決勝へ進出だよ。グッドをやられたんだぜ。次は僕と霊夢だよ。負けないわよ。安全地帯の中でよかった。しっかり休めるね。
カプハは残念だったわね。そこにゃん、クソ、完全に爆弾で誘導された。変なことばっかりしてるからよ。さあ最終決戦よ。ヨウムだって負けないにゃん。
よ。新たな安全地帯が確定しました。安全地帯の中でよかった。安全地帯が縮小しています。あざ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 。やったー、アームの勝ちだよん。ということか、まさかのヨンムもガトリング弾なの。うわー、奇襲作戦大成功だよん。うーん、まさかのおつまいにやられちゃったわ。やったー、優勝できたよん。そう、油断したわ。ヨウムのガトリングが火を吹いてたぜ。うん、弾幕の力で低感度のハンデをものともしてなかったね。と、でも悔しいけど、乾杯よ。ヨウム、強くなったわね。毎日コツコツ練習してたもんね。で、霊夢さん、グスン、ありがとにょん。うれしいにょん。わいわい。ははは、ヨウムがはしゃいでる。僕も嬉しくなっちゃうな。努力が報われてよかったぜ。うんうんうん。てか、あれ？なんだかヨウムが猫ミームに見えてきた。にょーん。ねえ見てよ霊夢。よ、ヨウムが猫。え、霊夢まで猫ミームに見えてきた。なんだよそれ。猫ミームになんか見えるわけないだろ。たく何言ってんだよお前。それよりさ、もっと荒野行動の練習したらどうだ。全然上手くならないじゃねえか。マリサも猫ミームによく出てくるヤギに見えてきた。猫ミーム動画作りすぎて、全部が猫ミームに見えるようになっちゃった。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画を楽しんでくれた方は、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter もやってますので概要欄をチェックしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。